今回の放送なんか久しぶりでしたけどね。そうですね、久しぶりでしたけど、なんか花ちゃんがね、あのずっとその台本に書いてあることを読むときにね、必ずね紙に指を置いてね、その文字をね指でこう追っかけながら読んでるんですよ。それがちょっと可愛かった。もうやめる。私はもうまな板の手をしてやる。まな板の包丁の手、猫の手。そう、猫の手。まな板の手って何。もういい。しかもまな板の手でやるっつって、あの両手ともそれの猫の手にしちゃったから、今すごい猫みたいな感じになってて、それも可愛くなっちゃった。ああ、静かにすな、静かに両手を後ろに組むな、伝わらないから。もうこれ動画番組しよう。動画番組の方がいいよね、絶対ね。伝わらない。まあでも久しぶりでしたけど、そんな感じ。俺はなんか花ちゃん変わってなくてよかったって思いました、はい、うん、いや私もあのトシ君とこういう風にまた話せるようになるとは、うん、ね、うん、もうこれがないと喋れないから。そうそうなんだ。そうそう、だからあのちょっと個人的な話もここでしていかないと、うん、そうですそうですそうです、最近どうよみたいな、ね、そう最近どうよみたいな話を、ね、ここでしていかないと、うん、そうですよ、普通のプライベートで話さないから、うん、プライベートで話せよって話なんだけど。そう、なんか意識するよね。どうしたらいい？逆にだから平和的解決のコーナーに僕ら二人がどうやれば現場でそのそ、ね、普通に喋れるようになるのかを誰かをご教授していただきたい。本当そう思う、うん、それも送ってほしいですね、うん、なんかこう壁があるよね。何なんだろうね、デュラララの壁が。デュラララの壁、うん、問題です。埋めていく、埋めていくと、埋めていくねと、このデュララジかける2で埋めていっていい。じゃあ、うん、埋めよう。プライベートでも話しかけていい。泣くの？泣くの？泣いちゃうの？え、何、どう、泣くほど、何、嫌なことなの？え、辛いことなの？悲しいことなの？俺が話しかけると。返答ないの？先に行こうとしたけど今。答えはなかったの？え、何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 、